統計財連,連合会の小野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、私からはあの九州農水産物直販さんとの連携がなぜ必要なのかについてお話をしてまいりたいと思います。えー、まあ統計財連合会があのまあこの輸出という事業まあ、輸出を支援する事業に取り組み始めたのは、えー、12年ほど前からでございます。 えーまあ、それまでの、まあえーまあ、経緯と申しますか12年かかってここまで来て、まあ、それで、給直さんとの出会いがあって、えーまあ、この事業は本当に必要だと確信しております、まあ、そういうことで、えー、私どもが給直さんに出会うまでの経緯を簡単にご説明したいと思います、えー、まずあの私の道下座の会最初はですね 物を輸出するというかその前にです、ね、その物流の面からの輸出の支援それを考えておりました、えー、それで、えー、最初はあの仙台港、宮城県の仙台港から北米航路が出ておりまして、まあ、このポートセールスということで、まあ、東北の地域産品、まあ、その時最初はあの岩手の南部鉄器に注目いたしまして取り組みを始めいたしました。始めました えー、当時、南部鉄器は、えーまあ、12年ほど前だったんですけれども、えーえー、赤とか青とかカラーの南部鉄器を発売して、えー、欧米では3か月待ちの大変人気のある商品だというふうに伺っておりまして、まあ、それをです、ねまあ、仙台港から出せないかということで、岩手のその企業を訪ねまして、えー、そのポートセールスを行ったわけでございます。えー、その時にその、えー、南部キを作っている 会社の担当のセムさんから言われたのは、えー、あなた間違ってると、えー、それでは物は輸出できないんだという話をされました、えー、仙台港は無理ですかと南部デッキはどこの港から出てるんですかって伺いました京浜港ですかって伺いましたらそうじゃないって言われました、えー、アメリカ向けは、えー、名古屋港からそして ヨーロッパ欧州向けは神戸港から出てるって言われましたあのな重い南部鉄器をどうしてそこまで運んでいくんだろうと思いましてさらにお聞きしますとあの、えー、アメリカ向けはあその名古屋なんですけど多治見の陶器を混載してくれる中小の商社が、えー、名古屋にあって、えー、そしてヨーロッパ向けは京都ならぬ雑貨を あのまあ、あのヨーロッパに輸出していただけるこれも中小の商社があると、えー、やはり20フィートコンテナを満載にするのは難しいのでその混載していただける中小の商社にお願いしているということでございました、まあ、要するに輸出するには、えーまあ、港というまたは航路というハード面ではなくてその商社が必要だということに、まあ、初めて気が付いたわけでございます それで、まあ、この東北からの輸出があの、まあ、なぜ増えないのかということになるんですけれども、まあ、あの輸出というものを実現するには、生産者がいて、そして輸出するしたあの商社ですね、そして向こうで販売する方、この3つのプレイヤーがいなければ実現しないんだということにまあ気がつきましたもちろん、市場であるとか、輸入業者が間に入る場合があるんですけど、 プレイヤーとしてはこの3人生産者、輸出者そして販売者ということになるわけでございます、まあ、そういうことで特にここで大事だと思いましたのはあの輸出者商社でありましたで私も統計連あの大手商社を回りまして、えーまあ、地域のものを輸出することは考えられないのかと伺いました、まあ、そうしたところやはり よくよく考えれば大手商社の皆様方は輸入で大きな利益を上げているところがほとんどでありまして地域のものを輸出するというのは摩擦に合わないと言われましたまあそうしたときに私どもその地域のものをですね扱っていただけるその商社はないものかとずっと考えてたところでもちろん東北にもいくつかあったんですけれどもなかなか 向上的にその輸出を考えていただけるのがああ地域商社がなかったというような状況でございました、まあ、そうした地域商社があれば地域の生産者の情報であるとか海外の省流というものをしっかりと収集して蓄積して地域に貢献できるんではないかと考えていたところでございました、まあ、そうしたところあの、えー、もう3年ぐらい前になるわけですが たまたま九州経済連合会に私、あの別件でヒアリングで伺ったときに九州さんの商社の、まあ、を設立されたお話を伺いましてあこれはすごいなと九州経済連合会が地域商社を立ち上げたという話を伺いまして、まあ、ここを何とかとか連携できたらいいなと思ったところです。まあ、それまでえ香港台湾 そうした国地域にですね私もいろんな事業を仕掛けてきたんですがなかなかうまく継続して取り組むことができませんでしたまあ、そうした時に九州さんがですねまあ、少々立ち上げられたということでそれもすでにそのデイリーファームという先ほどお話ありました大きな 勝利をつかんでいいらっしゃいます、まあ、そういうことで、先ほどの3人のプレイヤーでいうと、輸出者と販売者、この省流をもう確保されているということで、まあ、東北が頑張るとすれば、そのまあ、先ほど小田社長の話ありましたが、仕入れという部分で、要するにその生産者の情報を提供することだと考えたわけでございます。まあ、そういうことで、私も東北経済連合会としては、生産者、そしてその、まあ、生産者の情報を持ってらっしゃる専門商社、 そういう方々の情報収集に当たる一方で、えー、九州農産物直販さんに届けられるデイリーファームさんとか中国から届けられる情報をもとに、えーまあ、その情報をですね、えー、各県さんとかそして JA さんとかいろいろそういうところにお声がけして、まあ、取り組んできたというところでございます特にあの各県さんの部分で申しますと、えー、2018年にですね統計ざる誤解会の事業で 湧き出す東北戦略会会議議といいう体がございますこれは各県の知事さんとか、私も東北経済連合会の政府会長が、まあ、本当に東北の課題について議論する場なんですけれども、その第1回目の2018年の会議に、小田社長にご講演で来ていただきまして、この地域、あの九州のお話をさしていただいて、まあ、各県もご協力いただけるということになりまして、まあ、ですから生産性情報につきましては、 各県さんにも紹介し、生産者をご紹介いただくと、さらに専門商社については、私も統計財連合会の会員の皆様方を中心として、お声がけをして取り組んできたということでございます。まあ、そういうことで、私もまあ九州さんとはまあこの、特にこの2年間ですね、まあ、具体的な事業を展開してきたということでございます。で次にその まあこの連携のメリットということでございますけれども、えー、メリットはその3つございます一つはあの、まあ、九州だけでは対応できないその大きな勝利を東北につないでいただくということでございますあの最初にあの伺った時にはあの一度の大根のオーダーでも数千万規模になるとなかなか九州だけでそろえられないという話も伺い まあ、そうしたところでうまくこう連携できたらいいんだろうなと考えたところでございますし2つ目としては、まあ、九州で生産されていない成果物りんごであるとかさくらんぼこうしたものについてですね、まあ、輸出ができるということでございます。実際にはあの昨年そのメロン そしてあの一歩手前まで行ったところには桃とかあったわけでございますがそうした数々情報をいただく中で、まあ、迅速にです、ね、こうした情報提供を行うということを心がけているところでございますで3つ目が収穫の時期をずらしたりレ出荷ということであのこれも先ほどお話しありましたように九州のア王ですと3月でその10円なんで終わるということでございます まあ東北、特に宮城でしたら水耕栽培であの年中その出荷ができる体制も整ってきてございますので、まあ、今後、いちごとかです、ね、あのまあ九州の,その時期をずらしたそうしたリレー出荷ができるのではないかなというふうに考えているところでございます。まあ、そういうことでその連携事業の一例ということで3つほど挙げてございますが。 あの私どもあの生産者の方々を対象としての輸出事業の、まあ、この休憩連さん、九州農産物直販さんとの連携事業の説明会でありますとか、それからあの、まあ、今回もそうなんですが、実際に遠くに足を給浴さんに運んでいただいて、商談会、そして現地に足を運んでいただく現地視察会、こうしたところを年3回実施しております。 さらにはあの課題としてあるわけですが、その物流の問題に対してですね、えーまあ、物流関係者に集まっていただきましての、まあ、勉強会的なその打ち合わせを持っているところでございます。まあ、こうしたところで課題はあ2つございます。私どもは、まずはそのしっかりとした熱意のある生産者の方々をご紹介するということなんでございますが、やはりその物流が課題でございます。 でその物流と、まあ、表裏一体でございますが、そのロットの確保も課題になっております。えたくさんのロットが確保できれば、えーまあ、物流の効率化も図られるわけでございまして、この物流、そしてロットの確保、これが私の課題になっているところでございます。えー、そうしたことで、あの私ども、まあまあ、成功事例ということで、昨年の7月にですね、 これはあのまあ最初はあの山形県、えー、まあ県庁さんとの連携で、えー、県庁さんのご紹介で山形国際経済機構さんをご紹介いただいてさらにそこから J 山形さんに話が参りましてまあアンデスメロンこれが香港に出たということでございます一ケース五玉で三百ケースということでまあ規模としては大きい方だと思いますがまあこれは一度のまあ 商談できたということでございます。まあ、大変大きなお話で、これも迅速に対応できたからこそ実現できたものでございます。あのまあ最後にそのまとめということで申し上げますと、まあ、本当にあの少利を大きな少流を持っていらっしゃる求職さんにどうつなげるかという部分が、え私も統計連の役割だと思っているところでございます。 実際にいろいろ伺ってますと先ほどのこのメロンにつきましてもよく見ますと写真にリボンがついてます赤とか青とかリボンがついてますこれはあのイチさんからはあのメロンにアンテナつるがついてる方が高く売れるあの日本産としてしっ,かりしっかりと評価いただけるということで本来であれば全部につるがついていなきゃいけなかったんですがすでに収穫が終わっておりまして。 それは間ににに合わず結果的にリボンにしております、まあ、こういうリボン、つるですね、アンテナがついていれば商品価値が上がるとか、そうした目に見えないソフトの部分、まあ、こうした部分をしっかり私も蓄積しながら、今後につなげていきたいと思いますし、そのほかにも、一歩手前まで行ったところで桃もございますが、それもあの香港は大変土地が高いので、香港に運んでからパッケージは難しいと。 いうことがあ旧直さんからございまして東北でもう2個4個にパッケージングされて香港に持って行かれたらということで当時仙台空港からインチョン経由で香港というルートをご提案いただいてかなり物流コスト的に抑えられて九州から香港に入るのとほとんど変わらないとまで言われたところだったんですが時間がかなりそこまでかかりまして 挑戦かかりまして、それがまあ、えー、間に合わなかったということもございます。まあそういういろんなそのノウハウをですね、この地域として東北としてしっかり蓄積していくことが大事だと思っております。まずはあの私どもとしてはあの、えー、最初にございましたこの生産者、えー、輸出に熱心な生産者まだまだいらっしゃると思います。 まあこうした情報をこれから収集してまいりたいと思っておりますしさらには最近あの東北のチあの知銀さんが勝者部門を立ち上げられていらっしゃいますのでそうした知金さんとの連携などですね今後より強化していく必要があるかなと思っているところでございますまたさらに民間例えば JA さんもこの間は山形で成功しておりますが先般 JA 宮城さんに伺いましたところ 宮城でも干渉が取れるという話を多くなりました。先ほど給直さんの資料にもありますように。鑑賞、さつまいもは主力商品でございます小さなさつまいも規格外のものをですね数個たあの袋に入れて売れるあの香港で売る香港ではティータイムで、それをあのおやつ代わりに召し上がるということで、大変好評だということでございます。この話を j 宮城さんに持って行きましたところ、大変興味を持っていただきまして。 これあの山本町とか、えー、のびる町などでささつまいもを作っていらっしゃると一箇所で東京ドーム1個分のさつまいも畑があって100トンも生産されているという話を伺いました特に香港で売れるのは規格外のさつまいもということでこれもウイウニンの関係が築けそうでございますし場合によってはベースカーゴ物流にも貢献できるかなと思っているところでございます、まあ、そういうことで、えー、いろんな情報を仕入れながら 給食、えー、さんのその省流にのせるようにですね、私も統計連としてもこれからも対応してまいりたいと思っておりますので、ぜひあのあのご関心のある方はあの情報を統計連にお寄せいただければありがたいと思います。私からのご説明は以上でございます。小野様ありがとうございました。東北と九州の産地関連県という課題や難しいハードルもあったかと思いますけれども。 そういったハードルに屈することなく本校をはじめとした輸出につなげたその熱意が視聴者の皆様にもつながったかと思いますそれではこれより講演の質問を頂戴したいと思いますズーム画面下のチャットからご質問ご意見アイディアなどお気軽にお送りくださいチャットの送信には画面下のチャットボタンを押してください宛先選択欄と メッセージ記入欄が表示されます質問の場合は宛先に全員を選択ください主催者に送りたいコメントの場合宛先に GFP 事務局を選択くださいここにメッセージを入力しますの部分にメッセージを入力して Enter を押すと送信完了ですそれではここからアクセンチュアの田代に変わりたいと思います はい、ご紹介を預かりましたアクセンチャー株式会社田代と申しますここからは私の方から質問の方をご紹介させていただきたいと思いますまず一つ目の質問になりますえっと先ほど商談会の話をされていましたが商談会現地視察会はどのような事業者を対象にでどのような内容で行っていますかと。また参加条件とありましたら教えていただきたいですというご質問がございましたいかがでしょうか はい、あの参加の条件は特にないんですが、うん、あの究極さんからあの、まあ、向こうの,その,あのデイリーファームさんとかが、えー、希望されるその商品、まあ、製品ですね、まあ、こうした部分に対して、えーまあえー、投げかけをいたしまして、うん、まあそれに応、まあ、えられる方ということでございます。うん 例えばその桃とか日本酒とかそうした話が来たときにそういう生産者の方ということで情報提供を投げております、うん、その対象となりますのは各県さんのご協力もいただいておりますし、また農政局さんのご協力もいただいておりますし、これまでの連携をしていただいている東北の各機関の方々にですねそういう九州側からあった要望をお伝えしているということでございますありがとうございます。 続きままして質問ございます、えー、と先ほど、産地間連携を進め,ている進めていただいている中で、一番ハードルとなったところ、ですねあとそのハードルに対してどのように克服して、してまあ、ハードルを超えたのかというようなご質問をいただいてますけども、いかがでしょうか、ね、えとまだそのハードルというか、ですねあの、まあ、具体的な事業はまだまだ少ないんで、申し上げる内容 がそうないんですけれどもただ、1つ言えますのはあの先ほど申しました物流の部分ですねえそれでできればあのメロンだけでもですねえ当初難しかったんですけれどもまあこれは給さ産の方が別に関東圏だと思うんですが別の商品を集められてで山形のメロンは東京京浜港から出てるんですけれども。 まあ混されて出て出いるととうことになります、まあ、ですから、あの一度の,そのお話があった、あの九州側からお話があったときに、その決められた期日に複数のまあ商品をこう集められるような、まあ、そうしたことが今後、課題だと思いますので、まあ、ですから、お話があったときに、えー、まあロットの話にこれもなりますが、うんえー、ある程度のロットが集まるというのが今、大きな課題だと思っております。 ど,んどん質問が来ております、えっと、物流面で宮城県産品を仙台空港から直接、重要地に送った実績はありますでしょうかということなんですけどいかがでしょうかはいあのまだございません、うん、ただ明日あの小田社長にはです、ね、仙台空港をご視察いただいて、うん、やはりこういう生製,製品とかは扱う、ですねうん、うん、そういう、まあ、ソフトの部分とか。 ま今後の課題などを見ていただく予定にしておりますので、うん、まですからあのぜひですね、まあ、仙台空港とか、はい、または仙台港とかそうしたところに将来的にはですね、集荷できて輸出できたらいいなと思っているところでございます。ありがとうございます。とまだ質問がございますのでちょっともう少々お時間いただきたいと思います。はい、アンデスメロン 詳細な品目になりますが、アンデスメロンに関して現地ではどのような反応があったのか詳しく伺いたいですということだったんですけども、いかがでしょうか、まあ、これは旧直さんの方がいいのかもしれませんが、<laughs> あの私も得ている情報ではすべて完売されて大変好評だったと伺 <laughs>、うん、っておりますうんうん、うん、ありがと、うございます、はい、あとです、ね、ま,ずまだ質問がございまして、船便の輸送状態、各、まあ、コンテナの温度管理などというところではどんな条件で,でしょうかと。 まあ品目によって変えられるものでしょうかということをご質問いただいてますがいかがでしょうかまだまだ私の品目の数は少ないで、まあ、今回メロンですがうん、うん、伺っているところでは京貧港から船でリーファーコンテナで出されたと伺っております。まあ、そういうことでリーファーであるとか物によっては航空便も使うんだと思いますけれどもあとドライで出される場合もありますでしょうし、まあ、商品、そして えー、まあ向こうのそのニーズに応じてですね、あの物理はあの変わると思っておりますので、まあそうしたところは極極さんのお考えもしっかりあの私も勉強しながらですね、うん、え対応していきたいと思っております。わかりました。ありがとうございます。はい、質問をいただいて中でですね一つ私からちょっとお伺いしたいのが。 今後、ロットも課題だというところで、はい、まあ生産者さんとの連携が必要になってくるかなと思うんですけども、はい、今後、生産者さんとの関わりとしては今後どのようにやっていこうというかお考えありまずはあの輸出されたいという生産者の方々の,その情報というかそういう、まあ、リストをです、ね、私も東北としてしっかり持って、うんえー、そしてお伝えしていきたいと、うん、まあ繰り返しになりますが。 私どもはあの宮城県で鑑賞が取れるとは思っていませんでした、えーまあ、それで今回あの、まあ、鑑賞を宮城県おそらく北限だって言われたんですけど <laughs> あのその鑑賞がかなり、まあ、生産されていてで実際私あの山本町とかのビルにです、ね、足を運んで生産者の方にお会いしたんですが、えー、輸出できるんですかって伺いました。うん、<laughs> でさらにその鑑賞においては、うん えー、その干し芋を作ってるんですね山本町で、うんええ、で,で干し芋って言うと私あの茨城県産がすぐ浮かんだんで行ったら、うん、茨城県産の半分の値段で出荷できるとでさらに驚いたのは九州ではほとんど干し芋作ってらっしゃらないとあのさつまいもを大変作ってらっしゃる九州が干し芋作ってらっしゃらないと、まあ、先ほど小田社長に伺ったら <laughs> その通りだっておっしゃってたんで、まあ、ですから ま,あまだまだあの九州の方の意味頭にない、そうした商材、日はあはホヤもちょっと食していただきましたし、メカブもまだ九州というところでは一般的じゃないようですし、そうしたものを究極さんにしっかりお伝えして、香港のマーケット、または台湾、シンガポール、アジアのマーケットに乗れるように、ですね私ども生産者の情報をしっかりとまあ確保というか、収集しながら、九州さんにしっかり答えていきたいと思っております。 ありがとうごすいません、最後の質問になりますが、リレー出荷などの連携にあたって苦労したことはありますでしょうかというご質問をいただいていますが、いかがでしょうか。はい、まだそのリレー出荷までは至っておりませんので、まあ、苦労ということではないんですが、先ほどもお話ございましたが、い号ですね、あまおうん、は自由営なんで3月で終わられると、それ以降のい号については、 特に宮城県とか水耕裁判が進んでおりますので年がら年中出荷できると思います、うん、まあそうしたところとか干渉においてもその1ヶ月ぐらい九州より遅いという話も伺っておりますし、うん、あの統計連では以前その東北各県の,その果物とかあの、まあ、野菜の,あのカレンダーを作っております。うん これあの統計連と究さんでちょっと共有しているだけなんですけどそうしたあの各県ごとに今まであったその、まあ、果物とかの生産のカレンダーですね、まあ、こうしたところを、まあ、私どもとしてもです、ねあのまあ、しっかりと整備してうん、うん、そこに生産者もしっかりと位置づけられればあのしっかりと対応ができるんじゃないかなと思っておりますありがとうございます。 すみません、本日あの質問まだまだいただいておりますが、一応時間関係上、こちらで割愛させていただきます。じゃあ,あの質問の方、あの代わりしたいと思います。